はい、皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の森田と申します。これからデリジュンケアマネージャー合格講座シリーズ1、これで合格8定基本テキストはこう読め始めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですが内容に入っていきます。この講座ですが、第1回からですね、第8回まで2時間半で8回あります。これを1回30分ごとユニットに区切りまして、30分で1つの項目が終わるようにしていきたいというふうに思います。勉強しやすくさせていただきました。昼休みとか、あるいは細切れの時間を使って勉強をしていってください。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですが内容に入っていきます。はい、まず最初にやるのがガイダンスですね。この勉強方法、ケアマネージャー試験は結構難しい試験でございます。その意味で単に本を読む、問題を解くというだけではなかなか合格しませんので、勉強方法が大事です。その勉強方法について最初に説明をしていきます。まず最初にケアマネージャーの仕事と将来性、これについて説明をします。ただもう皆さんは実務経験が5年以上あり、このケアマネージャーの仕事と将来性、これはもうほとんどの人が知っているでしょう。ここに書いてあることについては、読んでおいていただいてですね、私が言いたいのは、一言で言えば介護の世界にこれからずっといるなら、ケアマネージャーはぜひ取得しておいてほしい、そういうような資格です。この点を頭に入れてください。はい、それでは次に、このケアマネージャー、非常に重要な資格ですけれども、ケアマネージャーになるにはどういう過程を通っていくのか、これについて簡単に説明をさせていただきます。はい、ケアマネージャーになるにはということですが、ここにケアマネージャーになるまでの道筋ということが書いてあります。最終的に介護支援専門員証を取得をするということなんですが、ここで皆さんの方に考えておいてもらいたいのは、この中で受験資格の取得というのは一定の期間の問題です。で、実務研修課程というものは、これはだいたいきちんと参加して真面目に勉強しておれば、これは終了するものです。重要なのはケアマネージャー試験に合格をすること、皆さんが今目指していることですね。これが一番難しい。なのでこの講座はこれに合格をするというのが目的です。で、この画面の方の2番、受験資格、これが平成30年度より少し厳しく変更されています。詳細はこれは都道府県の担当部署、あるいは受験願書で確認する必要があります。ただここで私が言いたいことは、この画面の一番下に書いてあるもので、受験資格が厳しくなりますから、これは受験者はまずは減少すると思います。そしてだん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 また増えていくと思いますけれども、受験資格がある人にとっては今年がチャンスだということです。この講座を見ている方は受験資格がある方が非常に多い、ほとんどだと思います。
今年は受験者数が減る可能性がありますので合格のチャンスですので、ぜひですね、今年少し無理をして合格に向かって勉強をしてください。はい、それでは勉強をしていくわけですけれども試験の状況として、この試験がどんなものか、まあ、簡単に言うとどの程度難しいのかということなんですが、まあ、ここにですね、画面の表で毎年10万人以上が受験をしています、まあ、これだけ人気のある試験だということです。なかなか10万人を超えるような試験というものはありません。で、合格者数があって合格率、これが問題です、まあ、この数字 13%、15%、21%という数字が出ていますけれども、これは5人に4人が落ちる、まあ、大体ですけどね、そういうような試験です、まあ、自分が座っていれば、まあ、前後左右の人が落ちてしまうと、そう考えると非常に難しい。ただこれをなんとか受かりやすくするのがこの講座の目的です。この講座最後まで聞いていただき、後で問題等も解いていきますけれども、それでこの難しい試験をぜひですね、がむしゃらに勉強するというよりは合理的に勉強をして合格をすると、そういうような方法を取ってください。そしてどうして私が今年受かってほしい、今年受かってほしいというふうに言うのかというと、今後この下の方に書いてありますけれども、まあ、今後高齢社会というものがどん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 ですね進んでいくことは、まあ、誰もが知っていることでしょう。で、ケアマネージャーの需要も増加します。ただもう一つ、資質向上、法律でも謳われてますけれども、資質向上の要請があります。その意味ではさらなる難化が予想されますので、これは早く取得しておいた方がいいと、そういうことです。そういう意味でぜひ今年頑張って合格していきましょう。試験の難しさというものは分かりましたですね。それでは次に、この試験というものが、まあ、どういうような形で行われていくのかということについて説明をしていきます。試験の概要1なんですけれども、これは5つの選択肢、まあ、画面に問題が出ていると思いますけれども、5つの選択肢からですね、正解肢を複数選ぶというものです。この画面上に問題が出ています。この問題は3つ選べ、適切なものは3つ選べということは、まあ、不適切なものを2つ選ぶ、まあ、それでもいいわけですよ。あるいは2つ選べというような形で問題が出題されます。試験問題というのはですね、普通はこの4つあるいは5つの選択肢の中から1つ選べと言った時に迷うんですよね。どっちかなと、2と3どっちかなと、あるいは4も答えっぽいなというふうに思うんですが、このケアマネージャー試験は複数選ぶと、だから2つに悩んだ時に問題文よく見たら2つ選べと書いてあると、ということは別に悩む必要がなくて両方とも答えになると、そういう意味では少し、回答としてはね、答えを導き出しやすい、そういうような問題です。そしてまたこの問題を見てますとですね、知識があるとも大事なんですけれども、皆さんのように一定の実務経験があると常識で解ける問題が出ますですね。例えばこの選択肢の5番を見てください。計画に位置づけたサービス提供事業者の担当者に十分に説明すると、これは丸でしょう。
十分に説明して悪いものがあるんでしょうか。そういうようなことですね。あるいは2番、利用者が支払うことができる利用者負担額に配慮するということですが、これもその通りでしょう。支払うことができない計画を作ると、そういうようなものは良くないですよね。そういうような意味でですね、このケアマネージャー試験の問題は、実務経験があれば常識で解ける、そういうような問題も出されますので、その意味でしっかり問題文を読めば回答が出せる、そういうような問題です。はい、それでは次は、今度は出題数合格点その他ということですが、出題数は全部で60問出題されます。2番の方に書いてあります。科目は大きく分けて介護支援分野と保健医療福祉サービス分野に分かれます。それぞれ25問35問出題されます。で、ここで重要なのは、合格点は科目ごとに決められるということです。具体的な合格点、これ年度によって少し異なりますけれども、昨年平成29年度は介護支援分野は25問中15問正解でが合格基準点になります。保健医療福祉サービス分野は35問中23問正解で合格ということになります。介護支援分野は 60% の正解率、保健医療福祉サービス分野は約 66% の正解率、そういうような試験です。それほど難しくはないと思います。7割までいきませんのでですね、しっかり勉強すれば合格できる試験ですので、ぜひ今年のうちに合格をする、それを目標にしましょう。はい、で試験日は平成、失礼しました、2018年の10月14日日曜日10時から12時ということが予定をされています。はい、試験の概要が分かりました。そうすると次に問題になるのは、この試験に合格するためにどういうような勉強をしていったらいいかということです。画面の方を見ていただきますとね、試験に多く出るところを勉強して合格点をクリアしようということです。介護支援分野は25問出題で15点が合格点です。これが平成29年のところです。で、これは15点というのは合格、最低点ですので、合格最低点ですので、これを目標にしてしまうとちょっと間違うと大変なことになりますので、目標としては必ず合格点、合格する、調子が悪くても合格をするということで、これは18点を目指すということにで勉強するのが重要です。この18点を目指すというのは、これは7問間違ってもいいということなんです。満点を取る勉強はしない、どんなことがあっても合格点を取る、そういうような勉強をすることが重要です。満点を取らないというのはこの試験の重要です。
でもう少し分析をしてみますと、介護支援分野のところで、まあ、一番よく出るのが介護保険法の内容、まあ、当然ですよね。このケアマネージャー、介護支援専門員の資格というものは介護保険法に基づくわけですから。それからケアマネジメントですね。それからこのいろんな事業者、サービス事業者があったり施設があったりしますけれども、それの細かい運営基準というのがあります。これも出題されます。まあ、ここに1366と書いてありますけれども、まあ、大体大まかにこの程度の問題が出されると、まあ、年によっては少し異なりますけども。で、重要なのはこのそれぞれごとに何問ぐらい取れればいいのかということなんですが、介護保険法が13問中9問、4問は間違っても構わないということですね。で、ケアマネジメント、これは、まあ、皆さん勉強してみると分かると思うんですが、これ優しいです。ですね。この例えば利用者の意見を大事にしろと、利用者の主体性を重んじなければならないと、そういうような考え方が分かっていれば、もうこれでですね、答えが出るような問題が出されます。それですので、6問中5問、まあ、うまくいけば全部できちゃうんですけれども、まあ、正解を目標にすると。サービス運営基準はこれはですね、勉強しても、まあ、届かないような細かい問題が出題されるところがありますので、まあ、1問や2問間違っても構わないということで、6問中4問の正解を目標にすると、まあ、こういうようなやり方でそれぞれごとに満点を取らないで、この点数、目標とする点数が取れるような勉強をしていくというのが重要なことになります。で、ここで重要なのはこの丸3、サービス運営基準、これなんですけども、例えば訪問介護とかして介護老人福祉施設とかね、そういうような、あるいは訪問看護とかね、そういう具体的なサービスの運営基準が、サービスをしていくための事業の運営基準が出されますけれども、それはこの保健医療のところでも出されるし、保健医療福祉サービス分野のところでも出されると。この介護支援分野においては、この具体的なサービス、これについては基本的なところが出題されて、そしてこのサービス運営基準のところでは、これは少し、ですね、この保健医療福祉サービス分野、まあ、科目の2番目の科目ですね、ここのところでは少し細かいところが出題されると、そのようなことになります。それではその下の、まあ、真ん中辺の保健医療福祉サービス分野、これを説明しますと、まあ、35問出題で25点を目指すというような勉強が重要です。25点ということは10問間違っても構わないと、そういうことですね。で、重要なのはこの保健医療福祉サービス分野というのは、この画面の下の方にも書いてありますように、保健医療、まあ、医療系の問題ですね、それと福祉サービス分野、この2つに分かれます。大きく分けてですね、それぞれごとに対策を練っていくのが重要です。保健医療分野というのは、これは20問出題されてます。13問、これ結構難しいんですよ。特に医療のところがね、なかなかこの医療関係者でないと分かりにくいような、ですから皆さんの中には看護師とかね、医療関係の方がおられると思いますけれども、その方にとっては
この試験は比較的有利ですね。20問中13問で出題されるのは、例えば認知症とか、あるいは高齢者の体の問題とか、薬の問題とかね、この医療の知識と、あとは訪問看護とか介護老人福祉施設、失礼しました、介護老人保健施設とか、そういうような医療系のサービス、リハビリテーションとかですね、そういうような問題が出題されます。ただですね、この保健医療分野のところでは、結構難しいので、医療の知識は15問中10問取れればいいとですね。医療系のサービスのところは5問中3問取れればいいと、あるいは運よくね、医療系のサービスが5問中4問取れれば、さらに合格に近づくということになります。で、丸の2、福祉サービス分野、これは15問出題されます。合格点が12問です。これはより分析しますと、試験の範囲はソーシャルワークとですね、それから福祉系のサービス、訪問介護とかね、それから青年貢献制度と、青年貢献制度とかね、生活保護とか、まあ、そういうような福祉関連の制度、こちらが出題されます。で、この福祉サービス分野は比較的優しいですね。暗記もしやすい、理解しやすい内容が入っていますので、ここに書いてある数字、こちらの方を覚えて、覚えるというか目標にしてください。4問中3問、8問中7問、3問中2問、これで合計ですね、15問中12問取れればいいということです。はい、ここまでの説明で重要なのは、この試験に合格するには決して満点を取る勉強はしない、合格点を取る勉強をするということを目標にしてください。今挙げた数字、この程度の点数が取れるようになれば、次の問題科目に移っていく、問題に移っていく、このこれくらい取れるようになれば、そこから先細かいところは勉強しないで、また今までやったところを繰り返し復習していくと、そういうような方法で勉強してください。これが一番重要なところです。はい、それでは今度はですね、具体的にどういうふうに勉強していったらいいかということなんですが、これにつきましてはですね、今回ですね、タイトルでも8定基本テキストはこう読めということになるんですけれども、勉強方法としては、この長寿社会開発センターが発行している今年大幅に刷新されて、7定版から大きく刷新された基本テキスト、長寿社会開発センター発行の基本テキスト3巻あって、1450ページだいたいですね、非常にこれ大変なんですけども、この中から問題が出題されるので、これは1998年に介護保険法がですね、施行されることを前にして、介護支援専門員を養成しなきゃならないということで、介護支援専門員の第1回の試験の時からこれあるんですね。この中から問題が出題されていますので、これを読むことが必要であると。ただこれ3分冊1450ページ大変だなと思った人がいるかもしれませんが、これはこの読み方は後で説明をします。次に、過去に出題された問題、これを解く必要があります、ね、これはいろんな試験、どんな試験でも、あるいは皆さんのお知り合いの中でケアマネージャー試験に合格した人の話を聞いてもね、過去に出題された問題を解くのが重要だというふうに、言われる方が結構いると思うんですよね。それはその通りなんですよ。じゃあどうして過去に出された問題を勉強するんでしょうか。同じ問題は出ないのに、これが問題なんです。これはここに書いてありますように、全く同じ問題は出されませんが、似たような問題、じゃあ似てるっ
ていうのはどういうことかというと、その問題を丸か×か、正しいか誤りか、適切か適切でないかですね、そういうようなを判断する、丸×を判断する知識、これが同じ問題が出されるんです。今年は丸、去年は×、まあ、そういうような形で問題が出されるんです。これそのような意味で、過去に出された問題はどのような知識を覚えなければならないのかということで問題が出されます。まあ、当然ですけれども、毎年同じような実力を持った人が合格していかなきゃなりません。同じケアマネージャーになるわけですから、その意味で似たような問題が出題されるということです。とすると、この講座の教材はこの基本テキストと過去に出された問題集がついています。この2つをどう勉強するかということなんです。これは何の試験でも同じなんですけれども、勉強すると本に線を引くでしょう。その線、一体何を基準に線を引いているかというのが問題なんです。1回目読んだ時の線、2回目読んだ時の線、全部違うと。何度も勉強したら全部線引いちゃったということになるようなこともありえないではありません。問題はどこに線を引くかなんです。これを説明します。この下の方に基本テキストと過去出題問題をどう勉強するかと書いてありますがですね、どこに線を引くのかというとですね、同じ問題が出ないのになぜ過去に出された問題を解くのかと。これは同じ問題を出題されないが、同じ問題、同じ知識で解ける問題が出題される。その知識はこの基本テキストの中にある。ですから一番下に書いてあることが重要です。過去の問題の各選択肢、正誤、あるいは適切不適切を判断する、それはこの基本テキストの何ページの何行目にこう書いてあるから、これは丸なんだ×なんだというところに線を引けばいいんです。その線を引いたところが覚えるべき知識なんです。これ、まあ、こう言ってもあんな厚い本のどこに線を引くかわからないと。これはもう目次を見たり作品見たりするとわかりますけれども、それをこの講座の中で説明していくというのがこの講座の目的です。はい、それでは、ここで基本テキストと過去に出題された問題の関係が分かったと思います。今までのところをまとめますと、どう勉強するかというと、もう皆さんはもうだいぶですね、経験もあるので、とにかくできてもできなくてもいいから過去に出題された問題を解いてください。で、そして基本テキストの該当箇所を探してください。これ探すの大変だと言いますけれども、これはこの講座についている問題集、過去に出された問題集100問集めたものですけれども、これはその解説の一番最後、各選択肢の後に該当する基本テキストのページが書いてあります。そこを確認をしてください。そしてそこを確認すると、そこに確認したところに線を引いて、その線を引いたところ、その周辺、丸1、丸2、丸3とあって、丸2に線を引いたら丸1と丸3のところも一緒に覚えていくと、そういうようなことです。はい、それでは具体的に確認をしていきましょうですね。この画面の問題なんですが、これは平成20年の問題の17と、右側が平成19年の、失礼しました、平成29年の問題の17と平成28年度の問題の21です。これを見ますと、ともにサービス担当者会議ということで、問われています。ですね。
これでもし第19回の問題を基本テキスト、この4番の選択肢ですね、これサービス担当者会議について問われていますですね。ここを基本テキストで確認していけば第20回平成29年度の問題17の3の選択肢、サービス担当者会議で専門的見地からの意見を求め調整を図るということで、共にサービス担当者会議というものについて問われています。だから基本テキストのサービス担当者会議のところを読んでおけば答えが出ると、そういうような問題の仕組みになっています。これを繰り返していけばいいわけです。最後に本講座の目的特徴ということなんですが、勉強の仕方は合格点を目指していくということは説明しましたですね。そして、具体的には11ページこの画面の一番下、真ん中辺から下の方に書いてある本講座の目的特徴と、基本テキストの中で過去の問題、問題集もついています。その正解を導く箇所を探すのは一人でやると非常に困難ですので、そこを説明させていただきまして、そしてその前後の出題されやすい箇所を指摘させていただきます。これによって勉強が格段に早まります。今のやり方でやっていくと、この1450ページもあるこのテキストの中でどこを読めばいいのかというのが明確に分かり、合格にぐっと近づきます。このような方法で勉強をしていきましょう。それでは時間が来ましたので、ユニット1はこれで終了いたします。